寝れます。やった。そうだから前髪ファッサーってなってる。ごめん、すみません。ここもメール来たよ。メールの写メ出ぴょん。はい、すっぴょんです。すいません、なんかすっぴょんで、すっぴょんでお届けさせてもろてます。めっちゃあれしてる、リバース送ってるから見て。あ、そう、皆さんまずこれを伝えようと思ったんだった。今日の12時締め切りだった。握手会お話し会のやつのいろいろのあのまたまた売り切れ間近が出ました。すごい、なんで、しかもまたおすすめじゃないやつ。でもあのおすすめじゃないって言っても、本当おすすめじゃないっていうのは語弊があって、そのおすすめの部っていうのを作ることで皆さんが悩んでるからここにしようかなって思いやすくなるかなと思って、こうなんていうの、なんかもしも悩んでたらなんかここにしようって買いやすくなるかなと思って、こうなんて言ったらいいんだろう、この部をおすすめですよっていうことで、まあ一つでもね多く売り切れが出るといいなみたいなことを考えておすすめっていうのを言っているだけであって、あのその部だから何かしますとかじゃなくてって感じなので、あの全然それ以外の部でも私自身はあの普通にどの部も同じテンション感でお届けさせていただきますので、全然あれなんですけど、そうなのでありがとうございます。すごいです、びっくりです。私はとりあえずなので、まあきっと第3再今が第2再販のラスト申し込み、年明けまでラスト申し込みやってると思うんですけど、次が第3再販が多分年明けからスタートすると思うんですけど、その第3の時のね、一つ何第1次第3の第1次の時にはあの綺麗にちゃんとみんながお支払いも行って売り切れが3つになってるといいなと思いながらも、私自身も皆さんに楽しんでいただけるようななんかお話話題作りを頑張って考えなきゃなとも思いつつっていう感じなので、ぜひお待ちしてますそうちゃんとみんながお支払いしたかなみたいな大事ですから、もうね年末なんですよね。なのでいやでもそう、最近のハルピョンは話題が多いですよね。ありがたいことにこうテレ東さんも今出させていただいてるのが箱根小田原のがあったり、あれやってみっちゃも今から見るしあと、まあ、地中華1グランプリもきっと次の話し会握手会までにはもう放送絶対されてる。次の握手会は違う、次のお話し会は1月13じゃないですか。で今売ってるよっていうやつでももう放送後じゃないですか、3月だから。私そう本当にありがたいで、1月29も波動出演させていただくことももう決定してますし、この間のライジンフェスの話だってみんなとしたいし、そう本当にありがたいことにたくさん
こう話題があります。やったね。できっと次のそのそれこそ3月の握手会の時、握手会お話し会の時にはひーちゃんの卒業コンサートももう終わってるし、ドボンライブも終わってるので、もう話題しかないですね。多分何枚やっても足りないよみんな。3月どうする、どうしよう。ほんとそれぐらいいっぱい、え、ドボンなんてもういっぱい話せちゃうじゃん。まだセットリスト知らないけど。そう、あ、確かに春コン直前でピリピリしてるかも。ごめん、それだったら。でもドボンライブ終わってるからなんかちょっと気持ちはすっきりしてそう。うん、多分今年は2月が一番忙しいんじゃないかなって予想してます、勝手に。ドボンライブまで、まあ、1月の後半もだし、そう勝手に予想してます。知らないですけど。レッスンでね、レッスンで忙しくなるんじゃないかなって。そう、ドボンライブのもあったりとか、3月の春コンのリハもあったりとか、まあ、いつから始まるのかセットリストも知らないけどきっとやるでしょうとか、あと新公演も始まる予定らしいんで知らないですけど。はい、なので楽しみですね。なんか新公演あれでいい気がする。 YK に捧ぐ。やりましょう。だからよし、それで行こう。秋元先生 YK に捧ぐ。そしたらその公演を作ったらきっとメキリンさんが卒業されたあと初日を迎えてもきっと誰にも文句は言われないと思うので。YK に捧げましょうみんなで。それであったらよくない？それでいいじゃん。したら2月じゃなくても大丈夫だよ秋元先生。うん、忙しいと思うんで。今日もリハしてきたんですけど、もうマジでむずいの、ひーちゃんの卒業コンサートだから。本当にもうでも今日で全曲リハ私は終わった。そう、地起こしのやつとかが 4,5 曲あるけど、あとレッスン受けたけど全然覚えてない曲とかもあるけど。そう、でも今日で本当私自身は終わりました、リハ全曲。でもユニットも何も覚えてない。なんか脳みそ死んでたあの時。うん、だからもう一回振り起こししなきゃいけないんですけど自分で。指示起こしの曲も何曲もあるんでやんなきゃいけないんですけど、レッスンは終わりました。で、今年のレッスン納めもしてきた今日で。ただ覚えてないから出れないよってだけ。だから年始頑張ります。だって本番まであと1ヶ月弱あるんで、しっかり頑張ります、やんなきゃ。
やんなきゃ恥かくのは自分。いやそう、なんかヒカルンがさ卒業公演の時にさなんか言ってたんですよ。いや全然もうなんか全然間違えてもいいよみたいな、ヒカの卒業公演の本当シンポジー覚えてくれてありがとうみたいな、全然本当に間違えていいからみたいな、そう本当にどれだけでも間違えていいから、ヒカは全然何も気にしないよ大丈夫だよって言ってくれて、でもその仲いいから多分言ってくれたんですけど、その後にでもそうなんかどんだけ間違えてもいいけど恥かくのは自分だからって言われて、確かにと思って、それをすごい恥かくのは自分って言われたわけじゃないけど、そうでもピョンちゃんはそれでいいのって言われたんですよ。そうなんか自主練を頑張ってた時にピョンちゃんはそう全然ヒカを間違えても全然何も言わないから、でもピョンちゃんはそれでいいのって言われて、それはやだって言ってスパルタされながら、でもヒカルンのおかげであの時シンポジを覚えたからこそ夢見る3人の卒業公演に出れたりとかしたので、刺さりました。でそれが刺さった、結構なんかありがとうって思った10年目の先輩にヒカルンがすごいしっかり釘を刺してくれたからそうだなと思って、なんか別にどんだけ間違えても多分別にいいんですよ、でも恥をかくのは自分だって思って、そうそれで嫌だなって思うのは自分だと思って、そっからちょっと確かにって思いましたね思うようになってます。ヒカルありがとうって感じ、マジで感謝。ヒカは全然いいよ、そうやってちゃんと言ってくれるのって本当やっぱ少ないわけじゃないけどさ、でもやっぱ多くはないじゃないですか、こうちゃんと言ってくれる人って、その個人に対して、なんか全体にいやもっとちゃんと踊ってよみたいなのは全然めっちゃ言われますけどそう加入当時からめっちゃ全然もう余裕で言われてきてましたけど、でもその個人、私自身一人に向けてこうそうやって言ってくれたのって、言ってくれることってなかなかないから、うん、例えばねここのカウントが間違ってますよとか、それはありますよ全然ダンスの先生言ってくださるけど、そういうことじゃなくて、なんて言うんだろう、自分自身のこのなんかね心を入れ替える、心を入れ替える、なんかすごい悪い人だったみたい、違う、別に悪い人だったわけじゃないんですけど、なんていうかね、そうまあでもいい発言を、ありがたい発言をヒカルンはしてくれて、なんかそれを胸にちゃんとやんなきゃなってそう思うようになってます。ありがとうって思います。リハの時ね、めっちゃ全然前のですよ、なんて言うんですか、前日のリハとかじゃないですよ、全然前日のリハで全然できてなかったらそれはやばい、ほんと結構あの練習に付き合ってくれて、ヒカルも、ヒカル自身も久しぶりって言ってたし、そうでも一緒に付き合ってくれて、やってくれてありがたかったなって、しかも後輩がね、なかなか言わないですよね先輩に、だから本当ありがたかったです、言ってくれる後輩、
本当に1707日ありがとうございます。そう、感謝。なんかスクショしちゃった、いらない、いらないとか言って。いや聞いてください、今日携帯を、え、やっぱ言うのやめようかな。あ、でも画面は別に傷ついてないですよ、フィルムは傷ついてるけど。めっちゃマジケース変えた方がいいよな絶対。え、なんかここ最近毎日レッスンとかしてるじゃないですか私。もうなんか毎日あのレッスンソックス、レッスン靴下、親指穴開くんですけど、え、め、全然爪とか、ま、なんか全然長くないの、なんか多分経年劣化してるうちの靴下。そう、穴開きマンになってる最近、はずい。でさ、片方穴開いたらさ、やっぱさ、もう片方も使えなくなっちゃうじゃないですか。そう、あ、一日で開くわけじゃないですよ、なんかちょっとなんかもうここの皮膚じゃない、親指の生地薄くなってきたなみたいなあるじゃないですか。わかります、親指の生地薄くなってきたなみたいな状態の靴下が何個もあって、それが全部おはよう靴下 しちゃってるみたいな感じ。おはようおはようおはようって毎日毎日親指がおはようしてくるの。そう、めっちゃおもろい、頑張ってる証拠と思って。親指元気だわマジで。いや、お休みしてくれないんだよ、閉じてくれないの、起きっぱなし、おはよう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 しっぱなし。靴下穴開きますよね。片方だけ行方不明、よくあります、よくあります。どこ行くのみたいな、マジ、いやマジでどこ、え、それこそあれの時とかめっちゃあった、高校とか中学の時とかめっちゃあった、なんか全然違う黒ソックスなんだけどみたいな。はあみたいな。
もういっかみたいな、バレないかみたいな感じで、そう、そんな、まあ、そんな色、まあ、変わんない、バレないかっつって履いていきました、いつも。そう、でもそのおかげで買いすぎてめっちゃ黒の靴下ある。しかもあのさ、なんかくるぶしじゃなくてさ、なんか学校の靴下って絶妙な丈じゃない？分かってくれますかね。でもメンズはズボンで隠れんのか、女子はさスカートとかだったからさ、バレるわけですよ完全に。そう、丈が短いとか、そう、絶妙な丈なの女子の靴下、覚えてます皆さん。絶妙な丈なんですよ。え、なんでなんだろうねあれマジで。え、メンズだけずるない？だってさ、うちらはさ黒じゃないと絶対ダメだったじゃん。でも黒っていうか紺とかの靴下であの長さってマジで学生しか履かないわけじゃん。でもさ、学生で制服しか履かないわけじゃないですか。でもさ、メンズなんてさ、どんな靴下履いてようとさ全然いいじゃんか。だからもう普通になんていう、私服とかで履く靴下とかで全然いいやんか。え、だから女子だけなんで靴下学校のために買わなきゃいけないの、ほんとほんとそう、ごめん、ちょっと急に、何年前よもう高校生なんて、もう何年前、もう7年も前の話してる、うちやば、もう7年も前なんだ。ちょっと前髪だけ気になるから、前髪だけアイロンするね。ちょっと前髪だけマジで気になる。え、マジでちょっと学生服靴下代とか出してほしいマジ。本当に出してあげてほしい。もう今からは私たちは無理じゃん。 PTA PTA PTA、 でも今はさ、もうさ、なんかあれなんでしょ、全然もうパンツスタイルでもいいみたいな学校が最近は、女子もパンツスタイルのでもいいみたいな学校が増えてきてるみたいで、私も絶対パンツスタイルにしそう。え、だって寒いもん、冬だけパンツスタイル、うん、マジスカート鬼寒い、無理だった。スカートの下にジャージ履くのが欲しない、どういうこと、わからないってこと。え、だって寒いから履くんじゃないの、まあ、うちら履いちゃダメだったけど、うちら履いてたら怒られた。そう、マジで謎なんでみたいななんでって感じだったけど、うちら履いちゃダメでした。履いちゃダメとかあるの？え、うん、ダメだった。みっともないって。ハルピョンの時代はブルマとか履かないですか？すいません。すいません。その時代じゃないです。でも履いたことはありますめっちゃ驚かれそう。え履いたことあります。実は AKB48 にスカートひらりっていう楽曲があって、
そう、その衣装が絶対ブルマなんですよそう、だからそのなんていうの、学生として履いたことはないんですけど、初めて履きました。だから13歳の時に、あ、もうその時は14か、14歳の時に初めてブルマを履きましたはい、そうです。だから履いたことはあります、実際。でも別に学校で履く時代じゃなかったですそうです、あれで履いてるだけ、衣装として履いてただけ。懐かしい。いや、恥ずかしいとかいう感情なかったです、別に。これが衣装なんだって、え、はいこれが衣装なんだっていう、別に恥ずかしいとかなかった、うん、こういう衣装。でもちゃんと考えたってさ、その時は14だから何も考えてないわけですよ。でもちゃんと考えたらすごいっすよね客席のこう下からアングルで女の子たちがスカートひらりってやりながら踊ってるわけでしょ。ちゃんと考えたらやばいっすよね。でも別に衣装として履いてるので恥ずかしさとかはなかったです、うんとか言ってちゃんとやばい、23歳真面目に考えてしまってるで活動していて、この服はさすがに恥ずかしいよってなったのはマジで、あれの時のエモガールの水着ぐらい。それ以外は全然、別にどの衣装着てても可愛いしかならん。おしゃれさん天才マジっていう気持ち。うん。本当に。もうジッパー、私だって全然あれ、あんまお腹出てなかったしそう、あの時。でも別に恥ずかしさとかなんか、なんか
なかったです。はい、衣装衣装って感じ。うん、なんかめっちゃ言われたんですよ。私その時まだその水着グラビアとかもしてなかった頃、1回しかやってないんですけど、なんかめっちゃ50回ぐらいやってるみたいな言い方したんですけど、1回しかやってないんですけど、その全くそれも出してなかった頃だったので、なんかハルピョンなんでなんか出さないんだよみたいな、めっちゃ言われたんですよ、配信とかでも。でもそうじゃなくてああいう衣装だったんだみたいなそうああいう衣装だったんだってみたいな、別に私は何も悪くない、別に誰も悪くない。そう、あの場で初めてジッパー見たんみたいな感じそう、誰も別に悪くない。いや私の動画短かったのかもしれない、マジそれはごめん、それはごめんだけど、確かに動画長ければもしかしたらもっとお腹の面積が見えてたかもしれない、それはマジごめんだけど、動画短いのは、どう短い、足短い、背低い、ほんとごめん、それは。でも別に悪いことじゃないそう思いながら当時は配信してましたね。いや何も悪くないんだけどうちみたいなそう、いやいやみたいな、私に言われてもみたいなそう、てか他の人もこれでやってるしみたいな気持ちだった。懐かしい。第1回トポライブ、マルピョンの衣装も全然可愛いとしか思ってないマジ可愛いっていう気持ち、うん、何もみたいな思ってないっす、全然。あ、一回あるわ、衣装で、これは露出ですね。いやでも当時若かったからかな、別に今着てみても別に何とも思わないかもしれないけど、当時は誘惑のガーターっていうチームメイトのどこ、静岡かな、静岡ツアーでやったんですけど、確かあれはすごいなんかもうおぱいみたいな感じだったので、そうで、しかも一緒に踊ってた2人がもうなんか出しますけど何かみたいな顔して、そう一緒に写真撮ったりしてて、ちょっと私はそれは無理だよと思ってそう、あれはいくつだろう、そうね、山梨ステラシアターと同じぐらいの時だから十何歳の時なんだろう、忘れたけど、そうじゃん、マジみたいな当時の私の心境、そう出しますけどどうぞみたいな感じで、めっちゃあれだったから、そういや私はめっちゃもう詰めてください詰めてください、無理ですそう、でもドバンライブって本当衣装も、あ、詰めてってそういうことじゃないっすよやばい縮めてくださいなんて言うんですか、見えないように縮めてくださいってこと、物を詰める方じゃない
見えないようにこのなんていうんですか、肩のストラップ部分を縮めてください。そう、なるべくこのここにあったとしたらここぐらいに上に上げてくださいっていうのをお願いしました。そう偽物かよってきてる。もうそういうことにしか頭働かないんだから本当に。そう、でも確かに服を詰めるって言うじゃないですか、そういうことです。ウエスト詰めるとかそれと同じ意味、同意。誤解させちゃった。衣装を縮めてくださいっていうことです。ごめん、誤解を生んだ。日本語難しいね、本当に。どう思いますか、結果を残してほしいなと。いい結果を残してチームを優勝に導いてくださいっていう気持ちです。来年こそ優勝頑張れマジで。でも源田さんさ言った、源田さん第2子誕生でしょ。だからちょっと仕事休んでもらって旦那さん源田さんちょっと仕事休んでもらって、うちの今宮さんがゴールデングラブ賞取るんで、ちょっと待って、はい、どうぞ奥様と子供を大事にしてくださいっていう気持ちですはい、絶対しないけど、絶対そんなことしないけど、いや子供と奥様は大事にするとは思うけど、絶対仕事はすると思う。仕事するっていうか普通に野球はすると思う、うん、そうなんですよね。ピッチャーね、マジで大谷さん欲しいマジで大谷さん欲しい。本当に大谷さんなんかサードだっけ、なんかどっかやろうとしてんでしょ、サード。サードかどっかやろうとしてるみたいな、三刀流みたいな言われてたよこの間ニュース見た時。そっからどうなったか知らないけど、レフトかレフトだ。みんなにレフトって言われてる、すいません、レフトみたいです。どういうことみたいな、ピッチャーやってバッター、まあバッターはやるけど、でもピッチャーとバッターやってサードもやんの意味わからんみたいなどういうことみたいな、サードじゃないレフト、どういうこと、何みたいな、マジで何ができないんですかね。本当に頭良くなくてあってほしい、野球以外何もできないでほしい、もう
本当なんて言うんですか、スポーツ、うん、スポーツ、野球以外何もできないでほしいもん。すごすぎ。いや、夢見させてもらってますよ、本当ありがとうございます。でもあれでしょ、なんだっけ、あれなんですよ、うちの今宮さんもあのピッチャーできるんで、はい、うちの今宮さんも別にピッチャーできるんで、やろうと思えば。明豊今宮時代ピッチャーやってたんで全然できるんですけど、どうしよう、何時から、はい、あれにしようかな、やってみっちゃ。でもう11時、何時から、え、半から始めたよね、そう、牛さんの回を見ます。何時からにしようかな、でも私も全然準備できてない、やばい、今日レッスンした曲めっちゃ歌いそう、絶対にダメ、絶対にダメだよ、バク転も見たいんだ、バク転も見ちゃう、やば、めっちゃあれやん、めっちゃおもろい、この背景がおもろい、そんなことあるってぐらい牛いるやん。そんなことあるってぐらい牛いる。まあ、一旦牛見よ。20分からあと4分。4分あればみんな準備できるはず。ちょっと待って。すいません。今日やったレッスンの
曲が全然今頭から出てこなくて、そう思い出して、急に思い出しの時間だった。そうひーちゃんの卒コンのでも歌ってやれないからミュートにしました、すいません。これで分かる人いんのかな何がむずいって、なんかこれまでこうある楽曲で、例えばヘビーローテーションがあるとするじゃないですか。いやまあ嘘、一番分かりやすいのは脳幹ですねまただけど、そうあのずっとチーム B 時代、普通になんで昔のチーム B 時代に脳幹っていう楽曲はあって、それに多分振りとかもあったと思うんですけど、でも浅いチーム B のためにのチーム B の脳幹の振りを作ってくださったって言ったじゃないですか、この間。だからそういう感じでこう元々ある振り付けを知ってる曲なのに、だ例えば47の素敵な街へっていう曲あるじゃないですか、それを新しく振り変えられたみたいなことです。そうそれが起こっているんです、今回のセットリストで。大変多くの楽曲、だいたいいつもその1個のコンサートで1曲とかなんですけど、もう多数の曲でそれが起こってしまっているので、だからもう47のが染みついてるんですけど、例えば47のみたいなやり始めたらもう意味わからんみたいなこっちが出てくるよみたいな、それが大変です。でもなんか結構好きな感じの振り、なんかなんて言うんだろうな、なので私自身はそうだから楽しみ、踊れるとすっごい多分爽快感、嬉しい、あー踊れたーみたいな感じになるんですけど、そうだからもうあわわわわって感じです。頑張りますということで、やってみっちゃみます。そうでも私のダンス好きだよってファンの人によく言われるんですよね。マジダンス苦手なんだってうちそうだから、でもダンス好きだよって言ってくださるし、なんかバキバキに踊ってるハルピョンも好きなんだよねみたいな、この間のチーム B の思い出以上とか、あとドボンライブでやった10クロ、そういう系のダンス、ジュクロネとパンとかっていうダンスとかもなんか好きだからみたいな、なんかやってほしいみたいなめっちゃ言われるんですけど、ほんとダンス苦手なんでもうって思いながら、まあ頑張りますはい、あの損するじゃない、なんだっけ、何、嫌な気持ちになるのは私、え違う、なんだっけ、バチ当たるじゃなくてあれなんだっけ、
さっきなんて言ってたっけ、あ、恥かくのは自分なんで、そうできなかった時に恥をか書いたりとか、はあ、って嫌な気持ちになるのは自分なんで頑張ります。ということで、それではちょっと23分になっちゃったんですいません。やってみっちゃ見ていきます。伊勢のでをします。でで押しますねうるさ、ごめん、いきますよ、いっせーので、あ、もう一回いきます、ちょっと戻してください、押せなかったですすいません、戻してくださいこの再生ボタンがあったらなんか全然違うとこ押しました、すいません、戻してください、申し訳ございません。もう一回いきますいきますよ、いっせーので、橋本春奈のやってみちゃー、あ、音でかい、音でかい、でてってでてってってってでてってって、ほのぼのほのぼのしすぎ、友達でかい、おもろ、友達でかい、おもろくない、うちの発言武田さん、めっちゃあれ見える、マイク見える、めっちゃこんなにおる超富山弁、いやもうほんとよくない、やってみちゃう富山弁めっちゃ出る最近。カメラマンさんが一番ビビってた、怖い怖いって言ってんのめっちゃおもろい、しかも字幕出てんのめっちゃおもろい、豆もちちゃん、豆もちちゃん、そう、だって急に急にこの距離で会ってみ、ビビるビビる、みんなに見えあああああああ初めて知った、牧場には服がおしゃれ、ごめん、でもこのズボンなんていうんですか、なんかやっぱ汚れるって聞いてたから、そう、このズボンはもういつでも、もうなんかその紐が一本破れてたんですよそう、だからもうさよならする予定の服だったんで、このズボンだけね、そうなので全然大丈夫、全然もういいよっていう、破れてたっていうか一本紐がちぎれたんです、そう、ちぎれてたの、ちぎれちゃったの、そう、ちぎれちゃってたから、全然もう汚してくださいっていうズボンでしためっちゃ新鮮なミルク、ハロちゃんミルク、ちっちゃちゃん
すごいの。吸引力高め。ダイソンより強かった。マジでこの日急に言われました。この日急に言われました。マジで。そう、ま、豆もちちゃんは豆もちが好きだったから名付けたらしい。唐揚げくんはやばい。お、今日からハルクくんでございます。武田さん、武田さん全然牛さんの名前覚えてなかったの。めっちゃおもろかった。これなんて名前なんですかって聞いたら、なんだったかな。そう、名前のここの黄色の札の後ろに書いてあるらしいんですけど、武田さん全然名前覚えてなくて可愛かったです。そう、ほん下から出すのに上から食べられた。やばいやばい。やばいやばい。かわいそう、かわいそう、ほんとごめん、ほんとごめん、ほんとごめん。自ら。私が一回に運べる限界。ごめんって。48ちゃん、めっちゃ上げた。この後カメラ止まっても触りって間違えてるんですよ。ごめんなさい、日本語違うんですよ、触りって。すいません、間違えててごめんなさい。触りじゃない、触りって重要なところを言うんです。すいません、マジでごめんなさい。でもカメラ止まっても何往復もしました。もういっぱい上げてた、ずっと。本当申し訳なさすぎて。めっちゃ美味しかった。ということで、え、初めてのお使い入るんだ。1月3日だって、おばあちゃん。うちのばあちゃん初めてのお使い大好きなんですよ。うちのおばあちゃん初めてのお使い好きすぎて、いつも初めてのお使いが入る日の夕方に、もしもし、今日初めてのお使い入るよって電話して、初めてのお使いでも全然孫出てないのに全然宣伝してます。いつもばあちゃんに、ばあちゃん、ばあちゃんにいつも宣伝してます。ということで、牛さんと無事お友達になれて、しかもお名前までつけて、つけさせていただいて、本当素敵な回でした。ほっこり、ほっこり、ほっこり。なんかすごい
ディレクターさんじゃなくてこの企画をこう OK とか、いやこの企画はダメっていうプロデューサーさん、橋本原田のやってみっちゃのプロデューサーさんがいるんですけど、そりゃそう、その方もこの回はなんかそ基本的になんか厳しいことをやってるハルピョンをお届けしたいみたいな、だからどんどんなんかフラメンコとかバク転とかこの後あのまだもっとやばいのとかもあるんですけど、なんかそういうすごい過酷ロケをどんどんねしてるんですけどそうでもこの牛さんの回はなんかほのぼのするけどハルピョンの素が見れてなんかよかったってそう言っていただけたっていうのをディレクターさんから聞いて、そう牛さん回は好評だったみたいです。よかった。本当に。いやバク転もやばいけどね、本当。でも私がマジで全身筋肉痛ですって言ったのはバク転よりも筋肉痛になった日があるんですけど。そう。その日のはまだバク転じゃない。本当にすごい筋肉痛になった日があって、それは放送いつって言ってたかちょっとあんま覚えてない、1月か2月だと思います。そっちやばすぎてもうなんかもう覚えてない本当やばかったです。もうひーって感じだった。2月かな多分。そうスノーボードもなかなか、いやもう雨の中ほんとそうだから楽しみにしててください。まなんかえぐいことしてますでも鍛えられてます、やってみっちゃのおかげで本当にめっちゃ多分なんかやってほしいチャレンジとか富山にあるものとかだったら多分本当あの今企画なんだと思うんで、やってみっちゃぜひ全然富山になんか例えばさ全然多分ミラージュランドのお掃除とかでも全然ありそうだから皆さんぜひ KNB さんにメールして見てください。多分企画なんだと思うマジでそう。でも登山は嫌だって言ってたスタッフさんが自分たちも登んなきゃいけなくなるじゃないですか、そうディレクターさんとかメイクさんとか、そうだからメイクさんがめっちゃ、いや本当登山だったら絶対に私下で見てるって言ってたそう付き添ってくれないらしい登山だったら、だから登山はメイクさん来てくれなくなるんで、それだけはちょっとダメメイクさんに来てもらわないといけない。でもそうだよね、だってメイクさんはリップとかさ鏡とかも持って全部持ってねやんなきゃいけないから、カメラさんも大変。絶対、うん、ね、音声さんも大変そう。本当になのででもちょっとお願いしたらメイクさん優しいんでちょっとお願いしたらいいよって言ってくれるんですよ。なんかあのお魚さんと友達になろうのダイビングの回あったじゃないですか。でダイビングの回も本当はそうメイクさん車で待ってていいってそういや私が潜ってる間メイクさん本当だって海の中にいるからメイク
れできないじゃないですか、メイク直しとかできないじゃないですか。で上がってくる時に別に行っていれば別にいいじゃないですか、メイクさんって実際の問題そりゃそうじゃないですか。別に海の中にいるから、そのメイクさんがめっちゃ全然仕事したくない人とかじゃなくて、めっちゃ仕事めっちゃしてくださるし、めっちゃ髪型可愛いの考えてくださったり、めっちゃいろんな髪飾り持ってきてくださったりするんで、やってみっちゃの髪型は基本あのメイクさんがやってくれたり考えてくださったり、なんかえこれ可愛くないって言ってやってくださったり、そうハルピョンに似合うリップ持ってきたとか言って、そうめっちゃ優しい方なんですけど、そうだから本当正直言ってしまえば、私が海潜ってる間メイクさんはもう車の中にいても何の問題もないわけですよでも私がみたいな、いてくださいよみたいな上がってきた時いないの寂しいじゃないですかみたいな、そうだって一緒に一緒にすっごいもうほんともうなんか30何度みたいな超暑い日だったんですよその日。だからもう一緒に暑くなりましょうみたいなそういいじゃないですかみたいなって言ってそうお願いしたら、本当に私は潜ってるからさ涼しいんですけどそう私は潜ってるからむしろ冷たいぐらいなんですけど、メイクさんはずっと日傘さしてこうその浜辺で待機してくださってて、その日熱中症になったらしいかえって気持ち悪かったって言われました本当ごめんなさいみたいなそう本当すいませんみたいな、マジでいやなんかその時は別にそのなんていうの発症してなかったんですけど、気持ち悪いとか思わなかったんですけど、家帰ったらなんか気持ち悪くなって次の日倒れてたって言ってたごめんなさいみたいな、本当すいません、私が言わなきゃよかった、本当ごめんなさい、いやいいよいいよって言って、そう楽しかったです楽しかったです、優しいんですよ。そうだから全然なんか山登りたくないとか、そうなんか無理とかそういうタイプじゃなくて、全然多分言ったらやってくださるんですよ、やりましょうよ一緒に登りましょうよって言ったら登ってくださるんですけど、でも絶対に嫌だって最初言われる、本当すいません、ごめんなさい優しいです。もうだって1年続いてるので、このこれ自体やってみっちゃ自体が本当いろんな経験させていた、なんかをやってみちゃ終わるみたいな感じのなんだけど、全然終わらないですよ、まだまだ続くんですけど、あの本当結構長く一緒にやらせていただいてるし、この間の彦摩呂さんとのロケの時もご一緒にさせていただいて、柴田アナウンサーさんとめっちゃ仲いいんですよ、そのメイクさんそうそうそう、めっちゃ優しいです、柴田アナウンサーさんっていうのは私がよく一緒に特番とかさせていただく、本当めっちゃハルピョンってハルピョン本当可愛いねっていつも甘やかしてくださるあの富山の出身のアナウンサーさんなんですけど、めっちゃ優しい、本
甘やかされてるKNB さんに本当にありがとうございます本当にありがとうございます。え、柴田さんインスタ、いや変えたかも。もしかしたら、柴田さんフリーになったんですよ、 KNB のアナウンサーさんから。そうだから、もしかしたらその時変えましたね、変えられてますね、今年の3月に。そう、あれ私フォローしてなくない？そんなわけない、してるわ、びっくりした、焦った焦った、え、そんなわけある？そんなわけなかったです。そう、ぜひ新しいアカウントもフォローしてください。いつも優しくハルピョンを甘やかしてくださる優しい優しいママ、バク転は見ない、今日じゃない、今日はバク転見ない。明日、最近聞いたよね、明日か明後日に見ますはい、よろしく。明日か明後日に最近聞いたよねを見たいなと思っているので、小田原箱根編夜の部、マジマホピョンイリュージョン爆笑したから、本当に早く見よう一緒にもう見た人もいると思うんだけど、いやマジでもうなんか本当おもろかったんで、とりあえず見ましょう、今度、今度明日か明後日、よろしくお願いします。ということで、それでは5000人も超えたし、今日のやってみっちゃも見たし、もうすぐ12時だし、明日はオフなのでゆっくり寝ます。クリスマス以来のオフ、嬉しい、もうなんかもうレッスンレッスンレッスンってなったらもう振り起こしってなってたから、そうちょっと何も考えずに寝る、もうだってレッスンも全部終わったもん何も考えずに寝るよ私は。やることはやるけどね、やらなきゃいけないこととかはもちろんやるけど、一旦オフだよっていう、いっぱい寝ます。もうほんとここ最近レッスンが続いてたり、アワードでいただいたお土産とかももうマジで全部そのままなので、ちょっとそれを片付けたいと思います明日は、はい、ということで、それではランキング読みます。
すごいたくさんメンバー配信してる。お、NGT の木本ちゃん、昨日一緒だった子。配信してるよ。カラオケするっぽい。やっぱなんか勝手に親近感沸かせていただいてもらってます。ということでランキング読みます。昨日一日会っただけなのに勝手に親近感湧いちゃって。1位サプライズライバーさん、ありがとう。2位トラック野郎あとゴリさん、ありがとう。3位哲也あとハルピョン大大大好きさん、ありがとう。4位直吉さん、ありがとうごめん。5位熊高さん、ありがとう。6位マックメックさん、ありがとう。今日さ、あとで言おう。7位、鉄道ナイトアットハルピョン推し永遠兄さん、ありがとう。8位、ダニさん、ありがとう。9位スコットプリグリノさん、ありがとう。10位ともゆきさん、ありがとう。11位朝日さん、ありがとう。12位パンダさん、ありがとう。13位カズさん、ありがとう。皆さんありがとうございます。今日レッスン場のね大掃除をさせていただいたんですけど、そう、もう多分うちらがこうなんて言うんだろう、こう腕まくってさやってるからさ、寒くならないようにって多分めっちゃスタッフさんが暖房つけてくださってたんですよ。そう、それも多分それで暖房で乾燥で喉やられてます完全に終わった。優しかったけどうちの喉弱かったそう、しょうがない。優しさと引き換えに喉を失いました頑張ります。31日もね大晦日公演、ほんと 2% ぐらい出るんで頑張ります。ということで、それでは終わり、寝ます。ピョンムービー撮ってウィバース上げてアラームなんて絶対にかけずに寝ますヒロアカちょっと見る。今11話、次シーズン1が13話までだからあと3話だけ見てねよ。でも 1.75、 一回見たことあるから、でも真面目にまじまじと 1.75 倍速で見てるんで、多分時間にしたら2話弱分ぐらい1時間ぐらいで寝ます。ぜひヒロアカの話したいよって方、再販やってるんで待ってますということで、それではまた後日じゃない、明日、最近聞いたよねの夜の部配信したいと思っているので一緒に見ましょう。よろしくお願いします。それではおやすみなさい。最後にキャッチフレーズをして終わります。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5760盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けすっちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。皆さんありがとうございました。またね、おやすみ。